サラサラ会の三国テム動画でございます。いつもご視聴ありがとうございます。今先行やってる人って月影使ってる人がめちゃめちゃ多いと思うんですよね。で逆に月影を使ってない人っていうのはかなり苦戦しているような印象を受けます。僕自身も月影取る前ですねは非常に苦戦してまして、全然取れなかったというような状況だって、で誰にでもそれは当てはまる状況ではあったんじゃないかなというふうに思うんですけども、で月影がその言うたら先行で厳しくなったというような状況を打破してくれたっていうような感じなんですけどね。いやこんなところに打破してくれる武将がいたかというようなリップをねちょっと見させていただきました。それが今見ていただいている挑戦なんですよね。いや意外ですよね。ここまで聞いてるくださってる方で、え挑戦がなんでそんなにいいのってまだ全然ピンと来てない人も多いんじゃないかなと思うんですよ。で、このリップっていうのを紹介してくれたのがですね、僕の動画ではたびたび登場していただいているヒレイさんですねにリップを見せていただいて、ちょっとびっくりしましたね。多分この攻め方知らん人が見たら度肝抜かれるんじゃないかなと思います。そしたら前置けはこのぐらいにして、挑戦を使ってどのように3枚取っていくのか、これを見ていただきたいと思います。はい、見ていきましょう。この相手レベル175らしいです。そんな人僕追ったことないですけどね。さらに、防衛の宝に地図がついてるそうです。まず周囲をポンと上から出します。はい、表意台壊れましたね。ただもう死にますよねこれ。はい、死にましたね。で出てきた援軍はこれ文王で処理してるっていう感じですね。で右には主君ですね。で下から天衛という感じです。まだよく分かりませんよね、何をしてるんだろうなという感じやと思うんですけど、ここで挑戦がようやく出てきました。で天衛がスキルを打って引きつけている間に、はい、挑戦が周囲を生き返らしました。で即スキルを打ってます。でこれで城のダメージ見ていただいたら分かると思うんですけど、周囲だけでね今スキルで3分の1ぐらい城のダメージ入れたんですよね。これがあって脳高が発動しました。もし周囲を生き返らしてなかったら脳高は発動してなかったんじゃないかなと思います。でここで、主君ももう死にそうですね。まあそうしてる間にもこの周りは壊してってるんですけど、でここで 85% 破壊率ということですね。でこっからはもうバリバリの先行ですね。トンコ兵と太平をふんだんに使って落としていくという感じになってるんですけど、もう塔がないので時間さえあれば壊せそうなだなという感じはしますよね。ただ地図がついているのでこういうの壊すに結構手間取りそうだなという感じはします。でそれをこう屯工兵とか太平だけで壊していくというのはもうこれはセンスの問題なのかなという気はしますけどね。腕ですね。ここで太平が寝返って、まあ、屯工とか倒しちゃってるんですけど、まあ、とりあえず無視しながら進めてってる感じですね。で城に屯工兵が取り付いて落ちて、あとここだけという感じですね。これを、太平で壊すという感じですね。こんな攻め方で取れんのって感じですよね。もう一回見ていきましょうか。多分僕が考えたこの攻め方のコツなんですけど、とりあえず周囲で壊したいこの塔とかを決めとくっていうのはあると思います。でできるだけスキルは数多く打ってもらうということですね。今回やったら3回ぐらい打ったかな、周囲スキルね。これで3回目ですね。でここで死ぬという感じですよね。で文王ではここら辺の塔を壊してほしいという感じですね。で主君ではここら辺の塔を壊してほしいと考えているはずです。で天衛と挑戦が下から出てくるんですけど、挑戦っていうのは生き返らした周囲がこの城にダメージを入れることを最重要しているような感じがしますよね。はい、突っ込んで、で下側の施設
挑戦だけでは心もとないので、トラでフォローして壊しに行ってます。これでシタッカーも壊れましたね。はい、こうなったらようやくもう先行で落とせるのかなという下準備が整ったという感じですね。いやー、それにしたってこれは誰にでもできんぞっていうレベルですけどもね、というふうな僕は感想を持ちましたけど、もう攻める前からもうこいつではここ、こいつではこうという感じでしっかりと決めて、でそれをまあ予定通りに実行していく力っていうのがね問われそうですけど、で、あの全ての武将が死んだ後のこの施設の壊し方なんていうのはもうやっぱり長いこと先行をやってる人でないとなかなかこういう風にうまくは壊せないんじゃないかなという感じですよね。いや、お見事ですね。そしたらもう一丁見ていきましょう。はい、この方もレベル171、地図付きらしいです。上から周囲ですね。で、これ周囲は上からでなければいけないというわけではないです。たまたまこう上からが攻めやすそうだなというふうにヒレイさんが判断されたんだと思います。で、スキル2回打ちましたね。この周囲が生きるところを見つけるのもうまいですよね。で、スキル3回打って死ぬ感じかな。あ、死にましたね。で、今度は左から敷くんですね。で、下から分をいう感じですね。で、周囲をどのタイミングで生き返らせるのかなという感じですね。はい、転移が出てきました。で、挑戦はこの位置ですね。右上に流れてくれたらなという感じなんでしょうか。で、転移を突っ込ました時に、この挑戦側からトラでフォローで、さらにこんな感じで周囲が生き返るという感じですね。周囲が生き返ってスキル打ったんですけど、その後にこう流れていったおかげでどうですか、白落ちるんすよ。いや、やばいですね、この攻めは。ちょっとすごいな。で、周囲を道連れにして相手防衛武将2人、主君と周囲が死んでるような状況になってますね。で、あとはもうバリバリ先行で落としていくという感じでしょうか。こんな風に使えるんですね。いや、この生き返らせる位置とか今見ていただいて、1回目のリプの場合だったら生き返った瞬間スキル打って、で、転移が引きつけている武将に対してスキルを打って、その範囲ダメージで城にダメージを入れるっていうやり方やったじゃないですか。で、今回のリプの場合はそうじゃなくて、まあ、生き返らした瞬間に城にはターゲットというか、転移が引きつけている武将たちにはターゲットを取らなかったんですけども、そのことによって右にそれたと。で、そのそれた結果、次に打つスキルが城を狙って城を落としてしまうみたいなね感じなんですよね。なんで、狙った通りに城付近でターゲットを引きつけられ、転移に引きつけられている防衛武将を周囲がスキルで狙わなかったとしても、こうやってワンチャンあるということなんですよね。すごいですよね。もう一回見ましょうか。時間どんくらいかかってるんやろ。2分、早いな。こんだけなんかこうゆったりと出してる感じなのに早いですね。いや、周遊ってね、なんか最近すぐ死ぬな、なんか使いにくいなって僕思ってたとこなんですよ。使う人が使ったらこんだけ活躍してくれるんですね。で、ちゃんとここはこいつで壊すぞっていうのがしっかり決めてしっかり実行する、ここら辺もすごいですよね。これが結構なかなかできないんですけどね。今回周囲割と外で死んでますよね。それもあって先ほどのような結果になったんじゃないかなと思うんですけども、はい、生き返らして、はい、ここで右にそれるんですよね。この言うたら右にそれるやろういうことまで考えてやってるとしたら相当先読みが必要な攻めになるんじゃないかなとは思うんですけどね。くっそ、これやったら挑戦取っとけよかったな。ちょっと練習してみたいなと思える攻めですよね。で、ご本人に
これ安定して取れるんですかっていうところを聞いてみたんですけど、割と安定してますっていう風な返事が返ってきました。もちろんこれはヒデさんの腕をもってしてということだとは思うんですけども、練習すればこの域に到達できる可能性は、十分にあるということですね。そしたら次のリップ見ていきましょう。はい、このリップ最後になります。妖精無双さんのリップですね。5つねリップ用意してくれてたんですけど、あのリップがちゃんと見えないのが2つもあったんですよね。非常に惜しいんですけど、ただあらゆるパターンが、まあ、この3つの中に凝縮されているので、まあ、3つでもぜひ紹介させていただきたいという感じでこうやって、動画にさせてもらってます。スキル3回打ちましたね。ここで死ぬかな。お、4回目も打ったけど、あ、割と頑張りましたね。で、一応バスクリーンも発動したという感じですね。まあこんだけガッチガチの相手からでも取れるっていう戦法なんで、まあ、絶対にこうダメな戦法ではないですよね。で、天を突っ込まして、ここで周遊が生き返って、でスキルを打って、城にはダメージ入りませんでしたね今回はね。なんで不発なのかなというふうに感じてしまうんですけど、ここからどうやって取っていくかってなったら、もうこれは先行の腕なんですよね。破壊率は 90% まで稼げてて、塔はきっちり壊れてるっていう感じですね。こういう状況にさえ持っていければ、あとは先行の腕でなんとかなるということなんですね。どうしてもやっぱり脳高発動させれんかったらアウトみたいな風潮になってきてるんで、こうやって腕で取っていくっていうのはね、やっぱりかっこいいなと思いますけどね。バリバリの先行ですよね、これはね、完全にね。はい、太平で、まあ、ダメージを城に入れつつという感じですね。でここでトンコウヘイが城に取り付いて脳高が発動するんですけど、こっからですね、割とあれもう出てこないのという感じなんですけど、ここでトンコウヘイがダーッと出てきてます。こんだけゆったり攻めてて時間足りるんですね。あれ、このリップさっき見たとき3枚だったのにな。まあこ、ま、似たような感じで、攻めてたと思います。そこまで大きくは狂ってないかなと思うんですけど、これで実際取れてるんですよね。時間は2分45秒、15秒余してますか。なんで周遊が不発だったとしても、こうやって取れるということですね。まあ、これはひとえにも武将を出す位置を決めるのがうまいということ以外にないと思うんですけどね。もうちょいリップがねちゃんと見えるようになってくれたら一番いいんですけどね。この城に全くダメージは入ってない状態からでも取ってしまうというね。やっぱりこの虎とかも使ってるんですけど、その使い方がうまいですよね。挑戦だけでは壊せなさそうということで、天を出したと同時に虎も出してという感じで、削っていくっていうのがね、まあ、ここら辺は旧虎先行かなという感じはするんですけど、うまいですね。ちょっと1回目見てもらったリップどんぐらい時間かかったんか確認してなかったので、もう1回見たいと思います。2分50秒ですね。まあ10秒残しというところですか。いや、しかし5つリップ用意してもらって、そのうち3つ見えないってね、これリップ機能としてもう成立してんのかよっていうレベルですよね。ちゃんとしてほしいですね。しかしまあ何回見てもすごい攻めだなというふうに思います。相手の硬さ的には本当に最高峰の硬さの相手ばかりからまあ、こうやって取ってるのですごいですよね。
この挑戦に、虫姉ちゃんつけてるのもいいですよね。これで割と防衛説を止めるので長生きしてるなというところはありますよね。これはちょっとその月へ持ってないから先行があっていう方には励みになる動画になってるんじゃないですかね。腕さえあれは取れるんだよっていうのがよくわかりますよね。今挑戦のイベントやってないんよな。で一応このリップが終わったらそのスペック的なのも確認していきたいかなと思います。その周囲とかね、そこら辺のスペックがそんなとんでもないスペックを叩き出したら真似できんわっていう風になってしまいますよね。そうじゃないんだよというのをですねお見せしたいかなと思います。はい、そしたら見ていきましょうか。はい、ヒデさんのスペックです。ちょっとね馬がねこれ乗ってないんであれなんですけど、神器の方がですねこんな感じで、黄色神器は1個もないという感じですね。ただこの霊宝球にはこの潜伏はついてます。やっぱりここら辺はねもう必須になってくるんじゃないかなと思いますね。この潜伏があることによってたくさんの施設壊していけるということですね。で、特に大事やって言ってたのがこの周囲の真ん中の名分スキルですね。武将スキルの冷却時間が1秒短縮とあります。これによってスキルをたくさん売ってくれると。あとなんかこのねつけてる名分っていうのはちょっと今タップしても確認できないのであれなんですけど、この神器名山ですね、これは非常に重要だということをおっしゃってました。で、自衛なんですけど周囲にスキルを数送ってもらうために狼を周囲につけてますね。であとは、ね、主君に、これが新山で武王に何番という感じですね。で定位には人形、ここら辺は結構おなじみですが挑戦には虫姉ちゃんということになってます。まあ虫姉ちゃんでなくてもなんとかなるかもしれないんですけどね。まあベストはこれという感じでしょうか。まあヒデさんの構想の中にはもうちょっとベストな自衛はいるかもしれないですけどね。まあまだ持ってないということかもしれないですけど、こんな感じになってます。で、勝因は挑戦には副兵ですね。あ、性能士がつくやつですね。で、周囲は行部で、文王は観光ですね。で、天位が行部いう感じですねぐらいかな。見たいところ言うたら編成見えるかな。あ、見えますね。なるほど、トラ結構入れてますね。20も入れてるんですね。で、トンコ兵20、太平3ということで割とすっきりとシンプルな編成になってるんじゃないかなというふうに思います。まず真似してみたいなと思われる方はこの編成でやってみるもいいじゃないかなと思います。まあ個人の好みはありますので、やっぱりトンコもうちょい欲しいなとかトラこんないらないなとかそこら辺は、各自で調整していく必要はあるんじゃないかなというふうに思います。はい、いかがだったでしょうか。ヒデさん、貴重なリプたくさん見させていただきましてどうもありがとうございます。これでね光が見えたという方がね一人でも多くいればなというふうに思います。ここから動画が面白かったとかためになったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です、ありがとうございました。